画面の前の皆様、こんにちは。ベリクラでございます。やっていきましょう。ラストイヤー。アフターダークとなります。チャプター1。こっちのゲームはね、デッドバイデイライトと違って、なんかちょっとね、いろんな右往左往ありまして、で、全体的にシステムをリワークされました。で、殺人鬼とか生存者とかね、いろんなそのバランスも一からやり直してる。といった感じです。まあ、そのおかげなのか、人口も10倍近くなって、マッチングもすごいスムーズになってるっていうね。まあ、めちゃくちゃありがたいです。まあ、当初ね、ディスコードしかできなかったものが、なんとね、こうやって、スチームとかでね、プレイできるような。いや、PS4 とかでも出てほしいよね。うん、まあ、デッドバイデイライトはね、人気はないんですけども、ポテンシャルは秘めてると思いますよ。うんまあ、これね、日本語化もされてないしね。とりあえず、雲を、ジャイアントにストレンジャー。で、ストレンジャーが、かなりその体力が増えたらしいです。で、前回はね、体力少なくて、いかに生存者を引っ張ってきて、罠に連れていくかっていう戦略が、これがね、キラーも生存者もフラストレーションがめちゃくちゃあった。っていうのがあって、今回いい具合になってるらしいです。ただちょっと最初は毒液をかけてね、行きたいかなと思います。せっかく赤すぎて寝たからね。上のあっちか守るやつ上に早々に行っちゃいましょうか。あ、向こう側か。あ、あの図書館の中かこれ、うん、ちょっと上ポーン。あれも運んでこれ来ちゃいましたね。早いどうだい。よくとどうだい。調子はどうだい。ああ、穴落ちた、私が。私が穴落ちた。外で戦ってる。あ、ここにいたんか。おりゃーよし。食わさせていただきますよ。なんだい、君は。さっきから私をポコポコ倒り寄ってからに。食べちゃうぞ。寄ってきた。おお、生存者が次々。穴に落ちてください。この穴に落ちると、こんな具合になっちゃうんだな。このトラップ、どうですか。最高でしょ。いや、めちゃくちゃうまくいったな、今の。なんだ、今なんか、落としたんだ。下どこだ。あれ、もう一人どこだ。あ、いた。こんなとこいたか。これ、行く気ですね、どうやら。助けに。見つけちまったぞ。ここに生まれちゃいましょう。はい、通しません。おっと。飛んできなさーい。イエス。いや、ちょっと待って。これ最速じゃない。最速すぎないこれ。やったね、おい。一瞬でしたね、全滅。ちょっと短すぎるんで何かにつなげたいと思います。うん。点数もバリバリいただきます。いいね。感想ね。やべえな。でも無双したな、これ。本当に。さあ、やっていきましょう。今回はストレンジャーでやっていくぜ。新、リバークされた、このね、ストレンジャー。楽しそうっていうね、悪いから。目の前が目的地。いいね。準備万端にしたいね。あ、ちょっと待って。あ、もう来てる。マジか。ほら。通りでこんなとこまで来やがって、おい、体力がね、だから上がってますよね。360とかあるからね。しかもそんな減ってないし、何よりちょっとね、昔のストレンジャーって使い方によってはとんでもなく強かったんですよね。罠に誘い込むっていうだけでね。で、チェーンで引き寄せるのがね、ちょっと時間かかるようになりましたね。で、強制的にこれ、もう離すようになっちゃいました。ずっと、こう、拘束していられるみたいなのないですね。
隣でめっちゃかかってるじゃん。からも行きましょう。ほらやめなさい、あなた。なーにコキコキ、ほらやってんの。ほいっハマったようだな。そこをすかさず、はい、来ました。ムン、なんだみんな、私タコの上にしようってからに。本当にもうガンガンやってくれるじゃないか。おい、やめなさい、あなた。もう強引にそんなこと言って、こっち来なさい、こっち来なさい。おお、ハマったハマった。楽しいね、強化されたこのストレンジャー、楽しいね。なんかガンガン後ろに立ててますけど、やめなさいターバンよ、本当に。もう後ろからまた好戦的すぎないか、生存者。どんな凶暴性を兼ね揃えてんだよ。ほい、どうだ。うふふふ、あ、よいしょ、あ、よいしょ、よいしょ。え、もしかしてこれラスト。あいよー、というわけで勝利となりました。やべえやべえやべえ、結構瞬殺でいけたぞ。まあそんなコーナーでね、こんなゲームとなっておりますけども、まあ生存者でやると生存者でやったでね、面白いです、実はね、うん。さて、やっていきましょう。短かったのでね、新マップ、ちょっと別のキラーも使っていきたいなと思うんですけども、このマップ最初ね、雲がなんか強いんですよね。まあ、ジャイアンとクモに、スラッシャーかな？うん。スラッシャーね、まあ、まだ強くなってるんですけど、ちょっと仕様が変わったっていうのを聞きました。まだ、ちょっとどんなものなのか触ってはいないんですけどね。まあ、さて、最初はクモで、ここのね、金網の後ろを通させないかもしれないですね。なるだけ、まだつけて。感じです。多分バナーも速攻ね持ってくると思うんで、これはもう全部やっちゃいましょう。向こう側ですね、速攻フラグも来てますね、うん。ちょっと待ってね、ほら見えない目が、目がここのなんか歯車に追い込んで倒したいわ。歯車に当たりなさい、あなたたち。歯車いけ、歯車いけ。うわ、見えない。お、歯車死んだでしょ。今見えてなかった、絶対歯車死んだでしょ今も。この野郎、いただきます。めっちゃ殴られる、めっちゃ殴ってるやん。下をプロテクトしに行かないと。ここにあんだね。いや、意外といいここポジションかもしれないな。うまいことカバーし合って復活させてますね。ほら、うわっそやろ、もうやろ、めっちゃいる、めっちゃいる。おりえ、来たと見せかけて、罠にかかってる、罠にかかってる。今のうち。ちょ、あー、運び出したな。あらよー、ここは通さんぜ。追い込む。よしよしよし、絶対に運ばせねえよ、それを運ばせねえよ。待て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 、
横に吐いといて後ろから来るやつにもダメージを負わせる。やめやめ。でここで死んで破裂して三の海にしてやるわい。どうだ、三の海だ。強引に行ったなあれ。強引に行ってるね。どうやらスラッシャーの出番が来たようです。まあ、まるでジェイソンみたいなやつなんですけどね。流してください。あいつね、パワー押し、前回リバークされる前はパワー押しだったんですけど、今回どうなったんでしょうか。多分ね、パワー押しだと思う。しかも新スキンです。ここに置いとくでしょう。早速あの小僧来てるな、来てるな。これが、ちょっと待って、なんか斧のメーターがあるぞ。強力な、え、一撃の斧のことはあれなのかな。あー、見えない見えない。あれ、これでかい斧が触れないぞ。あ、触れた触れた。あ、これメーター、メーターのあれか。なんかめっちゃ火の海になってんじゃん。なんだこれ、めちゃくちゃ火の海じゃないか。なんだなんだこれ。人がまるで虫のようだ。そこら中倒れてやがる。なんだこれ、なんだこれ。いや、私のせいじゃない、私のせいじゃない、これ。ごめんけど、今の私のせいじゃないよ。あの、勝手に火の海になって死んでんだから、あれ。で、この一撃のこれがすごい強力なんだが、アメコーチ火の海すぎないか今の。やばくない、あんなことある。自滅も自滅やろ。いやー、ダメダメ。血ずれにしちゃダメよ。一回心中しちゃダメよ、ほんと。そんなこんなでね、なんと、速攻また片付いてしまいましたけども、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は、PC の方は、画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知が行くようになるので、見逃したくないのでオンにしてみてください。